日本の歴史上過大評価されている人物参戦パート2。歴史の舞台に立つ際立った人物たちは、その功績が広く語り継がれ、多くの人々の敬意を集めています。しかし、果たしてその評価は正しいのでしょうか。実際には歴史の中で過大評価されている人物も存在します。特に戦国時代や幕末には伝説的に語られる一方で、実態以上に持ち上げられている人物が少なくありません。今回はそうした過大評価された人物を3人取り上げ、その実像に迫ります。散り際の英雄か、過大評価か、真田信繁の実像。真田信繁は戦国時代末期から江戸時代初期にかけて活躍した武将であり、日の本一の強者として広く知られています。特に大阪の陣での活躍が有名ですが、彼の実際の記録や活躍を示す具体的な資料が乏しく、その評価には実態との違いがあるとの指摘もあります。まず真田信繁が広く知られるようになったのは、その散り際の潔さや悲劇的な最後によるものです。彼の人生は戦国時代の激動の中で展開され、大阪夏の陣において徳川家康を震え上がらせたと伝えられています。しかし実際には、信繁の生涯を通じて戦場での活躍が詳細に記録されているわけではなく、多くの部分が後世の物語や創作によって脚色されています。信繁の父真田昌幸が戦上手として知られており、信繁自身もその息子として期待されました。関ヶ原の戦いでは父昌幸と共に徳川軍を足止めし、大阪の陣でもその軍略が注目されました。しかし信繁の具体的な戦績や役割についての資料は乏しく、彼の若い頃の活躍を示す史実も多くは残されていません。また大阪の陣における信繁の奮闘は、追い詰められた浪人たちが命を賭して戦った中での一部であり、彼らの決死の覚悟が戦場の一時的な混乱を招いたという側面があります。これにより信繁が家康の本陣に迫ったというエピソードが強調されましたが、最終的に豊臣家は滅亡し、戦局に大きな影響を与えることはできませんでした。信繁の人気は江戸時代以降に講談や小説で美化され、真田重勇士といった架空のキャラクターを含む物語によって広まりました。日本人が惹かれる悲劇的な主人公や潔い最後という要素が、信繁を伝説的な存在へと昇華させたのです。しかしその英雄像は多くの創作に依存しており、実際の功績に基づいているとは言い難い部分もあります。このように真田信繁はその劇的な人生と死によって歴史上の有名な人物として称賛されましたが、実際の功績がどれほどのものであったかについてははっきりと分かっていません。彼の伝説は日本人の美意識に大きく影響を受け、事実とフィクションが混在する中で完成されたものでした。華やかな伝説の裏に隠された実像、誇張された伊達政宗。伊達政宗は独眼竜の異名を持つ戦国武将であり、仙台藩の初代藩主として知られています。しかし彼の評価には賛否両論があり、しばしば過大評価されていると指摘されることもあります。まず政宗は数々の戦いで勝利を収めている一方、重要な戦いでの遅れや失敗が評価を下げています。例えば天正18年1590年の小田原征伐では、母親による暗殺未遂事件のために参戦が遅れました。
戦いに遅れたことにより領地を取り上げられ、その後に起こった葛西大崎一揆を鎮圧することで再度領地を得ようとしましたが、この一揆が政宗による扇動であると疑われ、結局領地は戻りませんでした。また政宗は慶長18年1613年に長谷倉常長を中心とする使節団をスペイン王フィリップ3世やローマ教皇パウロ5世のもとに派遣し、海外との交流を試みました。この慶長遣欧使節はキリスト教布教の許可や通商条約の締結を目的としていましたが、実際には宗教的対立や国内外の政治情勢の変化により期待した成果を上げることはできませんでした。政宗の外交努力は先見性があると評価される一方、結果的には効果が限定的であり、彼の評価が実際以上に高められている一因ともされています。この試みは彼の野心と先進性を示すものですが、実際には日本の鎖国政策や当時の国際情勢によって制約を受けたものでした。その一方で政宗は内政面で大きな貢献を果たしました。彼は仙台城を築き、城下町の発展に尽力しています。さらに神殿の開発や植林による田畑の保護、石巻港の整備を進めることで仙台藩の経済を大いに発展させました。この結果仙台藩は豊かな藩として知られるようになり、実際の収穫高は100万石とも言われています。伊達政宗が過大評価されているとされる理由の一つは、その魅力的なキャラクターや逸話によるものです。彼の独眼竜というニックネームや華やかな人生のエピソードは後世の創作やドラマでしばしば脚色され、英雄的なイメージを強化しています。しかし彼の実際の成果がどれほどのものであったかについては疑問が残る部分も多いのです。彼の伝説的な存在感は時に彼の実際の業績を超えて神話化されています。このように政宗は内政や外交面で重要な役割を果たしたものの、軍事面での失敗や誇張された逸話によってその評価は過大であるという見方があります。それでも彼は仙台藩を築き、地域の経済と文化を発展させた功績を持つことから、日本の歴史において重要な位置を占めています。伊達政宗の物語や逸話は後世に多くの影響を与え、歴史上の人物としてだけでなく地域の誇りとしても語り継がれています。彼の生涯は多くのエピソードに彩られ、その実績と伝説的な人物像が形成されました。これらのエピソードがふるさとに誇りを持たせる偉人像としての伊達政宗を形作っていると考えられます。混乱の中で光った革命家、栄光と影に包まれた高杉晋作。高杉晋作は幕末の長州藩における尊王攘夷運動の指導者として知られています。彼は騎兵隊の結成や長州藩の政治的混乱を収拾したことから革命的な英雄としての評価を受けている一方で、その評価には疑問の声もあります。高杉晋作は長州藩の政治的混乱の中で大きな役割を果たしました。彼は文久3年1863年の8月18日の政変や元治元年1864年の浜栗御門の変など、長州藩が窮地に立たされた際に長州藩の再建に向けた新たなビジョンを示し、内部の士気を高めるなど指導的立場に立ちました。8月18日の政変は京都での勢力争いにおいて薩摩藩と会津藩が主導して長州藩とその支持派を朝廷から追放した事件です。これにより長州藩は政治的に孤立し窮地に追い込まれました。
また浜栗御門の変は、長州藩が京都で再び勢力を取り戻そうとした際に薩摩藩と会津藩によって阻止された戦闘です。この事件で長州藩は大きな打撃を受け、幕府による第一次長州征討が行われるきっかけとなりました。これらの事件は長州藩の政治的暴走や過激な攘夷運動の結果でもあり、晋作自身もその一部として加担していたという見方もあります。軍事面での功績として騎兵隊の結成があります。騎兵隊は武士と庶民を混合した新しい形態の軍隊として高く評価されています。この革新的な組織は当時の武士階級の垣根を越えたものでした。しかしその一方で騎兵隊は長州藩の財政に大きな負担をかけ、内部での対立も生じました。晋作の死後、騎兵隊は短期間で解散してしまい、長期的には持続しませんでした。彼の軍事的試みは新しさが評価される一方で、その実効性には疑問が残る部分があります。さらに高杉晋作の外交交渉力も賛否が分かれるところです。彼は元治元年1864年の四国連合艦隊による下関砲撃事件後、連合軍と交渉し講和を成立させました。とはいえ晋作の態度は傲慢であり、交渉結果も長州藩に有利なものではなかったとされています。このような交渉スタイルが後に彼の評価を上げる要因となりましたが、具体的な成果を見れば過大評価されている面もあると言えます。このように高杉晋作は長州藩の政治的混乱を収拾し、革新的な軍事組織を結成した革命家として称賛されました。しかし晋作の人生は短く、わずか27歳で病死しました。その短命ゆえに彼の功績が神話化され、後世の創作によって英雄的なイメージが強調されたと考えられます。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。